私は知識のあるアルゴニアンを5、6人知っているぞ。これをやろう。このリストに載っているアルゴニアンの様子を見てきてくれ。私は他の連中を当たる。終わったらここに戻ってきて成果を見せ合おう。だが気をつけろよ。ブラックガードが彼らを見つけているなら監視されている可能性が高い。街は好きよ。どの街にも独特のリズムがある。ステップの踏み方を覚えればいい。あなたが見せてくれた木版画について私が知ってることは全て話したわ。もういいでしょ。頼まれたことはしたわ。あなたは違うの？まずいわ。話してるのを見られたらどこかに行って今すぐに。もうマーガス・デリウスにもベーラカールの頭蓋骨にも関わりたくないの。だったらなおさらよ。ここからできる限り遠くに逃げなきゃ。呪われたアルゴニアンの遺物がどれほど強力か私は知ってるの。旅に出られるだけのお金があればいいのに、徒歩じゃ大して遠くには行けない。彼らには古代アルゴニアンの象徴が書いてある木版画を見せられたわ。一部は読むことができた。瞑想の円柱を鍵に変える儀式が記されてたわ。私の旅費に貢献してくれたらもっと思い出せるかも。心づけに感謝するわ。じゃあ教えてあげる。二つの話があるわ。瞑想の円柱はノルグゼルという島に隠されてるけど、その島の場所は知らない。そしてブラックガードは奥深い墓の近くに船を用意して円柱を探しに行こうとしてる。あなたがブラックガードの一味なら私の答えは同じよ。私にできる限り木版画の解読は済ませたわ。もう放っておいて。なかなか勇敢なのね。ブラックガードに盾つこうとする者は少ないわ。なら急いだ方がいい。私は木版画の儀式に言及している部分を解読してしまった。あいつらのリーダーマーガスは呪われた頭蓋骨を手に入れる方法を知ってる。木版画が記す通りに儀式を行うこと。私は危険だって警告したわ。一つでも手順を間違えれば呪文はあいつを飲み込んでしまう。あいつには呪文に集中するため儀式の道具が必要よ。でも私は木版画のその部分を解読できなかった。あのね、私には家族がいるの。ブラックガードにこれをあなたに教えたと疑われたら家族は消されてしまう。いいえ、ダメよ。これ以上言うことはないわ。それもそうね。ブラックガードの話を聞いたわ。
儀式の道具を入手するための探検を準備してると言っていた。あいつらの船は奥深い墓付近の川沿いに停泊したそうよ。あいつらが道具を見つけて呪いを解き放ったら、マークマイヤはおしまいだわ。まだここにいるよ。あんたのところの悪党どもが角の生えたフクロウが枝についたナメクジを見るみたいに監視してるのに、どこにも行けるわけがないだろう。それで今度はどんなアルゴニアンの骨董品を見てほしいんだ。ブラックガードじゃないって。だったら何も言う必要はないだろう。連中のリーダーが愚痴をこぼしてた脇腹のトゲってのがあんたのことだったら話は別だが、でブラックガードの脇腹に刺さったトゲってのはあんたなのか。なら連中のリーダーに言ったことを教えてやろう。奴らが悪夢の偶像の中から発見した木版画にはある儀式が記されている。だが私に解読できたのは儀式を行うべき聖なる場所だけだ。ノルグツェル、古代アルゴニアン語で禁じられた場所という意味だ。これは単なる推測だが、あの儀式はベーラカールの黄金の頭蓋骨の隠し場所を明らかにするものだと思う。マーガスが呪われた頭蓋骨を手に入れたら、奴はあの狂気の妖術師の力を呼び出せる。伝説通りなら、マークマイヤを破壊できるほどの力だ。でしょ。ここの生活はマークマイヤとあまりにも違う。これほど多くのアルゴニアンがこんなひどい生活をしているとは知らなかった。そして今ブラックガードはさらに状況を悪化させている。私が教えたアルゴニアンたちとは話せたか。私が話したアルゴニアンも同じことを言った。どうやら木版画には何かの儀式が記されているようだ。マーガスはそれを使って呪われた頭蓋骨を探すか手に入れることができるらしい。お前が話したアルゴニアンたちはこれについて何と言っていた。興味深い。実に興味深いぞ。それはマークマイヤの言葉で禁じられた場所という意味だ。私はブラックガードがその島を探すための遠征を準備していると聞いた。マーガスは儀式を行うつもりだ。その船を探そう。アルゴニアンの一人が言っていた。船の場所を知っているのは3人のブラックガードだけで、用心のためにそれぞれが地図を3分の1ずつ持っているらしい。3人全員が協力すれば船にたどり着けるようになっている。お前は2人見つけてくれ。もう1人を私が探す。
ここに何が這い回っているのか考えたくもないわ。
うダメかと思ったわ。どれだけ感謝してもしきれないわ。信じられない。自由やわ。逃げられないと思っていた。自由だ。あんたには借りができた。自由だ。ねえ、袋があるわ。ほら、中を見て。貴重品はあった？いい意図だったはずがないからね。そう、ジーラーはアルゴニアンたちがあなたに教えたことを知らせてくれた。それから地図の一部もくれたわ。残りの2つは見つけられた？見せて。私はこういうパズルが得意なの。これはここ、これはこっちね。よし、完全な地図の出来上がり。でも開始地点がなければシャドウフェンの南ってことしかわからない。もっと時間があればいいのに。とにかくアルゴニアンたちの話によれば、マーガスは儀式を知っているし、瞑想の円柱が見つかる場所も禁断の島の場所も知っている。もう時間がない。この地図を使ってブラックガードの船を探して。だとすれば捜索範囲がぐっと狭まるわ。船を探して呪いを解き放つ儀式を終える前にマーガスを止めて、マークマイヤーが破壊されるのなんて見たくないわ。よし、来たな。マーガスはすでに島へ向けて出発したようだが、ブラックガードは増援を送る準備をしている。探索船に忍び込んでノルグッセルまで連れて行ってもらおう。そうだ。だが船の水先案内人は道を知っている。船に乗り込んで説得し協力してもらえばいい。ブラックガードに雇われた者が忠誠心を持っているとは思えない。傷つけないでくれ。何でも言う通りにする。どこに行きたいって？その島が禁断の島だってのは知ってるだろう。全くとんでもないことになったな。しかしその武器はなかなかのもんだ。とにかくあの場所がブラックガードだらけだってことは覚えておけよ。
ではここが禁断の島ノルグッテルか。マーガスとブラックガードを探さなくては。あれはアルゴニアンの聖遺物箱だ。中身は儀式の円柱に違いない。最近掘り出されたもののようだな。沼の害虫だ。くれぐれも気をつけるんだぞ。また聖遺物箱だ。マーガスは儀式に必要な円柱を手に入れたかもしれない。儀式を行うにはこの上ない場所だ。ザンミーヤに入ろう。マーガスがベーラカールの呪いを解き、急げ。マーガスが儀式を始めた。儀式を止めなければ。これは事実だ。俺の子供はお前のおかげで生きている。ヒストでお前の名前が知れ渡るよう、見たもの全てを話すつもりだ。
を我に。電柱を外せ。そうすれば儀式が止まるはずだ。近寄るな。倒せば儀式の円柱に近づける。面白くなってきた。外すたびに儀式の進行を妨げられると思う。不意をついたみたいね。円柱をもう一つ外せば残った力は無酸する。あの部屋だ。ガーディアンを倒して頭蓋骨を取るんだ。
何が起こってるんだ。もうシャドウフェンに連れ帰ってほしいのか。船をシャドウフェンに戻したら、できる限りマークマイヤーとブラックガードから遠い場所まで航海するよ。サマーセットの西、地図の端を越えたところには何があるんだろうな。お帰りなさい。ジーラートをうまくやれた？マーガスを止められた？それから呪われた頭蓋骨はどうなった？見たの？教えて。マークマイヤーへの脅威は去ったの？不運だったわね。でもアルゴニアンたちは儀式が危険だと警告したわ。少なくともシロディールコレクションはもうマーガス・デリウスの心配をする必要がなくなった。でも儀式は止めたの？マーガスはマークマイヤーに呪いを解き放つことができなかったのね。ベーラカールの呪いが解き放たれればわかるはずよ。少なくとも姉のファミアが伝言を送ってくるはず。自分の周りでマークマイヤーが破壊されたら気づくでしょう。頭蓋骨は見れたの？本当に黄金でできてた？よくやってくれたわね。頭蓋骨はマークマイヤーの姉に送りましょう。安全を確保してくれるはずよ。あなたの時間が許せばだけど、ファミアもあなたに会いたがると思う。それからシロディールコレクションはいつでもあなたの支援を歓迎するわ。今日のところは感謝の印にこれを受け取って。友よ、会えてよかった。また探検を手伝ってくれないか。ああ、こいつはいい。また会えればいいと思っていたところなんだ。シロディールコレクションをまた手伝いたくはないか。マークマイヤーへの次の探検のため支援が必要なんだ。計画通りに進んでいなくてな。我が故郷はとても美しい。だが同時にとても危険だ。ナイフベリー、トードスキンペッパー、ゴーストトリュフ、これらの食料は一見すると非常に美味しそうだが、食した者のほとんどを殺す。ガイドがいなければ探検者は簡単に沼地で飢えてしまう。銅の下のスキンクだ。トカゲだよ。特別に訓練されていて、探検者が避けるべき食べ物を嗅ぎ分けて食べる。一匹連れてきてくれないか。ワナッシー・アーロエ・ビドゥシアが売っている。彼はセンチネルにいるはずだ。他に何かあるのか、それとも確認したいのか。そうだ、銅の下のスキンクには最も頑丈なアルゴニアンでさえかなわない。ほとんど何を食べても死なない。あるスキンクが鉢いっぱいに盛ったスロートレークナシを食べたのを見たことがある。しばらく眠ったようになっていたが、不意に目を覚まして去っていった。驚異的だ。あのチビスケどこに逃げたんだ？なんか用か？ああ、あの毒鍵か。まったく間が悪い。協力したいのは山々だが、
手元にあった一匹が逃げ出したんだ。油断も隙もあったもんじゃない。そうしてくれるか、感謝する。スキンクはいつも腹を空かせてる。この辺りにはあまり毒のある植物がないから、あいつをおびき寄せるのは簡単なはずだ。もちろん餌をまかないといけない。アサシンビートルや巨大サソリの毒の方がいい。スキンクは毒が好きだからな。ほら、お前の地図に巣がありそうな場所を記してやる。そこに毒のを置けばすぐにスキンクが姿を現すだろう。間違いない。幸運を祈るぞ。餌を探しに行ったんだ、いつものことさ。カゴいっぱいのチョークベリーを食わせてるんだが、あいつらの胃袋は底なしでな。餌代に金がかかりすぎるから、この取引で赤字にならなければ御の字だ。あいつを捕まえたら逃がすんじゃないぞ。よく見つけたわ。戻ったな。任務は成功したか？素晴らしい。おお、こいつは元気なやつだな。この小さな友人がいれば探検者が恐れることは何もない。ありがとう、友よ。仕事はいつでもある。ジーラーが考えるのはどこに集中すればいいかということだけだ。マークマイヤの遺物を見つけて修復し、皆が鑑賞できるようにするのが城ディールコレクションの任務だ。だが探検は問題の連続でな。だからコンコルディアは私にシャドウフェンに残って協力者を探してくれと言ったんだ。食料不足、虫の襲来、私の故郷の荒野を旅する意志のある者があまりいないことは言うまでもない。だがこうした困難はきっと克服できるはずだ。それに今はお前も手伝ってくれる。
私は幸運のお守りでしょ。こんな状況で一体どうやって研究ができる？なあ、こんにちは。気づかなかったよ。仕事を探しているのか？もしそうなら、私の調査に新しい助手が必要なんだ。マジカの性質を調査している。だが、助手のドルリスが続けるのを拒否してるんだ。私はアミュレットが完成したと確信しているんだが、あの臆病者が自分の役割を無視している。なあ、大丈夫。全くもって安全なことだ。ただ誰かにアミュレットをつけてもらって、ワマスが稲妻を出すまで挑発してほしいだけだ。ドルリスに仕事を続けるよう説得してくれないか。それがダメなら君が彼の代わりをしてくれてもいい。私の調査は魔法の研究には欠かせない。このアミュレットならワマスの稲妻のような強力なマジカを安全で効率よく集められるかもしれない。比較的安全なのに、ドルリスがなぜ拒否するのか理解できない。彼はよく失敗するんだ。私の指示に従ってさえいれば全てうまくいくのに。最後にコットピースを取り去って、その前の導線には触らないようにしろと彼に言った。彼は古く親しい友かもしれないが、頭はあまり良くない。アソタールがお前をよこしたのか。彼の望みは何だ。すっぱだかになってサンダーバグを追えというのか。それは彼の問題だ。私が彼のさらなる実験で苦しみたいと思っているのなら、彼はおかしいに違いない。彼はマジカを蓄えるベルトの話をしたか。すんでのところで私を真っ二つにするところだったんだ。彼は数えきれないほどの思考を重ねていた。それを証明する傷跡が私にはある。私は洞窟のトロールをおびき出す餌になって、肥料の山を掘り進んだ。死ぬほど衝撃的だった。もはや調査とは言えない、拷問だ。アミュレットはガソタールが調査してきた魔法の触媒になる。彼は杖の最重点をもっと早くするために使えると思っている。それで私は彼のためにワマスを見つけたが、もう彼の実験用グアルでは痛くはなかったんだ。どうぞご自由に。だが警告しておこう。ガソタールの実験はことごとく血を失う結果に終わっている。あのバカはそれでも宝飾の杖の失敗を私のせいにしているがな。
アミュレットは充填されたか？どうだった？ああ、怪しいと思ったんだ。どうやらこの装置は完成までもっと実験する必要があるようだな。でも君は私の研究に大きく貢献してくれた。それに関して本当にありがとう。